こら <laughs>、はい、はい、お願いします <laughs> あなたの名前と職業はユリアンレタリーバーです芸人ですみるるん、まるるん、まるまるみんなのアイドル、みるるんですみるるん 私はあ国会議員のゴンダウォンと申しますミラです美容師です朝起きてまずすることは、うん、歯を磨きます髪切ります太陽におはようって言います ああ、ええー、お手洗いに向かうと。お香水はどこにつけるが。ここです。ここです。おそらく、うん、私は、ええー、語弊がないよう申しますと、えー、肩に。くまちゃんのぬいぐるみにつけて、それを持ってるよ。 えー、冷蔵庫に必ず入っているものを3つあげてくださいと。えー、2024年本年度の予算と、えー、照らし合わせましてですね、えー、漬物と、こういうービール、えー、卵ですね。ジェルとムースとワックスです。1つ目、プリン。2つ目、ジェリー。3つ目、 ハートマーク。<laughs> 卵、ベビーリーフ、ナット。あなたにとってのアイドルとは？嵐。私にとってのアイドルは、えー、国民の皆様でございます。 モーニング娘でーすカゴ、えー、ちゃんなんですけど、えー、同じ奈良でちょっとく好きが強くすぎて憎しみに変わって矢口さん派になってましたあなたを作り上げる要素を三つあげてくださいうん要素って何ですか <laughs> 肉骨 はい。ジェルとムースとリンスです。とえに国民の皆様のお力、そしてお声、そして猫です。<laughs> 人生最多映画。Back to the future. やっぱり美容師やってるから、タイタニックかな。キラーコンドームです。 みゅるるはクレヨンしんちゃんとか結構見に行くよ暗黒たまたまのやつは幼稚園の時に何回も見たよ、えー、過去の自分にアドバイスできます、えー、何歳に戻って、えー、何を助言するとそのままで生きてくれとおーおーいう思いですみゅるるは三十歳に戻って 早くトレーニングとか、そういうのをやるのはどうだろうって言うよ。15歳に戻って、Everything is gonna be okay. 髪は伸びてきて、切ったら短くなるよ。仕事において最も重要だと思うスキルは、メルリンです。挨拶じゃないかな 気にしない、とにかくやるやりきるお客さんのオーダーに答えれるかどうか誇、えー、りを持つということで、えー、ございますまあ,あまあ誇りといってもですねその辺に落ちている誇りは大事なのかと言われたらもう「ブルータス」の編集長になりましたどんな特集を作る 髪の毛だけで見開きだね、見開き。めるるんの大好きなプリンの作り方教えちゃうよ税の雑誌に、えー、したいと。ファッションミュージックコメディアイドルさんへ質問してください。 え今一番やりたい髪型なんですかバーツですリ <laughs> アルレトリーバーさんへえ質問してくださいお笑い大好きなんですよミルルンは結構緊張しますハイドルだからだけどお笑いの方では緊張する 国会議員さんへ質問してくださいこの地球がさらに良くなるためにはどのようにしていくべきでしょうかまず皆様が手と手を取り合ってですねえー、生きてゆくということで、えー、この場でできる得意技を披露してくださいイリュージョンです私歯が たくさんありますよね。それをこの場で一本にしてお見せいたします。 けどエアーでできるんだよね <laughs> はーいお疲れいまでした。 どこでやるんだと言われてしまえば、もうそれまでなんですけれども、こんな公の場でお店できることになるとは思ってもおりませんでしたが、実はですね、私、えー、第一関節が曲がるんですね。えー、告知したいことありますかえー、今度、表参道にお店出します。えー、ぜひ来てください。えー、お店の名前はヘアです。 えー、この度ですね、ソロツアーを開催いたします。えー、来月の5日から、えー、再来年の22日まで、<laughs> えー、新宿森エールで1時間の公演があります。その後、ミュルルンと2人でツーショットの席を取ってもらいます。チケットは8000円です。ぜひお越しください。ミュルルン、マルルン。えー、選挙で私を見た場合ですね。 ぜひ私の名前を書いてぜひ投票箱に入れていただけたらと思い2024年の12月頭に、えー、アメリカに引っ越します。 i'm going to be a hollywood star and a superstar and a comedian and an actor and a movie director everything see you in hollywood